唐揚げではないものを当てるという問題でございます。唐揚げじゃないの？え？どういうこと？一応…え？ちょっと待って。明らかにおかしいよね。それなんかあの、真夏の背景を透過した唐揚げの可能性もあるな。でも、え、どうしようどうしようどうしよう。C か D、あ、D、D で。答えは D でしたー。それなんだろう、その D は。どういうこと？じゃあうちの斜め見たら大丈夫やな。聞いたことある。ユニちゃんがいつか行きたい場所って言ってるからね。どれも違うくない？これどれもないとかある？いやでもとにかく広大なんだけど、めっちゃ白かったイメージがあるから C で。答えは C、 全員正解です。おー、危ねー。 D と迷ったらなんか凍ってるんかと、凍ってないのか。あれ、一般常識問題となっております。どうですか？何これ、2024年と発行の1万円札に、ね、ヒカキンさんじゃないの？次の1万円札、え、2024年っていつ？今？でも D はなんかディティールが細かすぎてない。お札っぽいのは B だな。 C だって光飛びすぎてるもんな。ちょっと盛りすぎてるもんな。 B で。今回正解なのは C でした。誰？どれ？誰なの？もね、こちらでございます。日本の最南端の島がある都道府県はどこ？日本の最南端の島がある。南ってどっち、どっから見て南なんや、それ。だって人が向いてる方向によって変わるやろ、南なんて。南ってどっちなんやろ、方角。わからんけど D。 回答は A でした。どれだ、どれ。東京なんや。あ、沖ノ鳥島ね。はい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 。問題はこちら、じゃん。一番価値のある絵はどれ？見にくかったら、あー、これは全部ホラー映画に出てくる子供が描いた絵だよね。だけど、これが C と見せかけての A か B やと思うんすよ。C はもうスタッフが描いた。これ A はね、お子さんが描いたんじゃないかな。これ意外と B です。C が一番価値ありそうだけど。正解発表します。回答は C です。あー、やったー。まあでもこれは、正直、絵の価値なんて見た人がそれぞれが持ってたらいいから。こちらでございます。じゃん。おお、超簡単じゃん。ソプラノリコーダーの C の、運写どれということで、わかると思いますか？え、D、はい、正解は C です。ほら、やっぱりそうじゃん。リコーダーやったことないからわからん。問題はこちら。木管楽器はどれ？木管楽器はどれ？うわ、待って、これどれだっけ？むずこれ。B。発表します。いや、B かな。答えは B。いや、B です。おー、しゃぶねー。しゃー、焦った。トロンボーンと迷ったぜ。はい。こちら、じゃん。カニの仲間でないものはどれということで。カニの仲間じゃないの？これ一見 B だな。だけど、それは嘘で A。正解は C。です。へえ。